過去アラン・ラブキン、そしてエデル・ジョフレと破りまして2度の防衛に成功しておりまして迎えました、これが3回目の防衛戦でございます。おなじみの口ひげでございます。精悍な顔つき、ほっそりとした体、で問題はメテルがどう出るかですね、はい、なるほど、左ジャブで下がりながら左ジャブばかり使ってるか、思い切って右をですね、なるほど、3回打ち込むか、この辺非常に興味になるということね。八百板さん、はいはい、山場を何ラウンドだと思います？そうですね、やはり 5,6 というところじゃないんですかね。なるほどね、まあ、あの大方の予想として石川さん、その中盤チャンスをつかんだらメテルと、まあ、後半まで持ち込めば原田という線が、まあ、大方の評判なんですけどもね、この点はどうでしょう。やはり 7,8 ラウンドに、勝負に出ると思いますね。なるほどね、チャンピオンのファイティング原田選手であります。過去アラン・ラブキン、そしてエデル・ジョフレと破りまして2度の防衛に成功しておりまして迎えました、これが3回目の防衛戦でございます。精悍な顔つき、ほっそりとした体、誠にスポーツマンらしい顔つきをしております。レフリーは加藤さんであります。そしてジャッジが石渡戸さん、そして柏木さんであります。石川さん、全部日本ですね。そうですね、はい、これはあの昭和29年の5月24日ですか、白井義雄選手がレオ・エスピノ選手を破りまして4度目の防衛に成功して以来ですね。そうです、まあ、あの時以後ですね、はい、あの外人が入るようになりましてね、ははは、ですからこれはもう日本ボクシングコミッションナーがですね、なるほど、決めることであって、日本で行われますんですから、当然日本人ボクス、レフリージャッジでいいはずなんですね。なるほどね、ですから13年ぶりですね、そういうことですね、やっと軌道に乗ったという感じですね、はいはい、さあいよいよ第1ラウンドでやります。世界バンタム級タイトルマッチ15回戦第1ラウンドでやります。チャンピオンのファイティング原田、そして挑戦者ジョー・メデル、青コーナー静かに右膝を折りまして十字を切りました。宗教が私を支えるという挑戦者のジョー・メデルであります。世界バンタム級1位、相変わらず左のスピードのあるジャブを送っております。左から入ろうというファイティング原田、原田見てますね、石川さん、攻めてきますね。そうですね、八百板さん、しかしこのジョー・メデルの目つきは鋭いですね。そうですね、でも私やりました、はい、5年前ですが、それとちょっとやはり衰えてるっていうより怖さはないですね。なるほど、ちょっと原田も石川さん慎重じゃないですか。慎重ですね、さあ右ボディを狙いました。あれは原田の武器ですよ。なるほどね、左アッパー見せましたね、まあ、石川さんも言ってらっしゃいましたけども、右でボディを狙うとまず、はい、さあ左で飛び込んでロープを背負っておりますが、この辺りがロープ側の魔術師です、ジョー・メデル。あの八百板さん、今メデル右見せましたがね、はいはい、公開練習や練習ではほとんどこの右見せてくれませんでしたかね。やはりしかし石川さん、右は怖いですよね。そうですね、やはりこの左が邪魔ですね。珍しく原田選手といたしましては第1ラウンド慎重であります。第1ラウンドから当然ラッシュするものと予想されておりましたが、第1ラウンドは非常に慎重であります。薄いトランクスをつけています、こうがチャンピオンのファイティング原田、濃いトランクスをつけています、こうが挑戦者のジョー・メデルであります。原田飛び込みませんか、石川さん。そうですね、今まだ飛び込んだらですね。そうですね、右もちょっと流れてますね、ブロックが前ですね、ブロック左に当たりますね。そうですね、まともに左を受けてますね。さあボディのラッシュを見せましたけれども、ロープにはクリンチでやります。レフリーは加藤さんです。第1ラウンドでやります。場内ちょっと原田選手の第1ラウンドにいたしましては珍しい静か、大きな右を見せましたけれども、あれだけ大きな右を振るってはちょっと当たりませんね。そうですね、
あ、右当たり、右当たりましたね。やはり右のストレートは当たります。ジョー・メデル選手のパートナーが言っておりましたけど、とにかく右のストレートには弱い。ロープを背にしております。ロープ際の魔術と言われておりますジョー・メデル、左でボディを狙っております。八尾さん、はいはい、原田の第1ラウンドどうですか。そうですね、やはり慎重に攻めております ね、 そ、 すね、それとよくライトのフックを打ってますね。はは、なるほど。すごくあのメドル の、 レフトのガードが下がるんですよね。なるほど。あの公開練習でもそうですけど、練習ずっと見てきましてね、下がりますもんで、効果的なあの打ち方じゃないんですかね。第1ラウンド終了いたしました。第1ラウンドは石川さんの採点は5対5でございます。それでは両選手の戦績をご紹介いたしましょう。世界バンタム級チャンピオンファイティング原田、昭和18年生まれでございまして23歳、昭和35年の2月の21日にデビューしておりまして6年10ヶ月のキャリアであります。戦績は48戦いたしまして45勝3敗、ノックアウト率が3割8分、そして3敗のうちに1回の TKO 負けを喫しておりますが、これが昭和38年9月26日ジョー・メデル選手に敗れた 1TKO でございます。さて挑戦者、世界バンタム級第1位ジョー・メデル、1938年の3月生まれ28歳であります。1955年にデビューいたしまして11年7ヶ月、戦績は89戦いたしまして63勝20敗、6分けであります。63勝のうちに41回の KO、TKO 勝ちを記録しております。さあ第2ラウンドであります。すでに立ち上がりましたジョー・メデル選手であります。リングの中央であります。石川さん、はい、第1ラウンドの原田の出足どうご覧になりました。まあまあいいですね。そうですか、まあ、もう今も八尾さんの話がありましたようにね、その何て言いましょうか、やはり右でしょうね。左のブロックは非常に硬いですねメデルは。そうですね。さあロープに誘ってます。今右を出しましたね。これが怖いですね。さあ左のジャブで猛然突進しておりますが、ロープを背に出しました。場内もちょっと沸きましたけれども、八尾さんね、はい、今原田選手クリンチ見せましたけども、あの戦法はもう当然やるでしょうね。そうですね、相手のレフトを殺すか、はい、今左のダブルパンチ見せました原田選手ですけども、やはり右のガードっていうんでしょうか、硬いですね。やっぱりメダルよくブロックしてますね、はい、さあ、おっと左メダルの左でやります。まともに顔面に受けました。第2ラウンドでやります。低い姿勢からダックしながら左で今度はボディを狙いました。右でボディを狙っております原田、飛び込んでクリンチでやります。あえてロープ際まで行きませんね。そうですね、まあ、やはり原田選手としてはあまり深追いはしちゃいけませんね。まあ今の間はね、飛び込みませんね。ボデ打って動きをある程度止めてからじゃないとね。はあ、ははあ。そのボディ攻撃の方はどうですか。まあしかし今のところブロックされてますね。はあはあ、しかしメデルの左もね、ちょっとやっぱりステッピン、ちょっと半歩でもステッピンしますと怖いですけど ね、 なるほどね。その場で打ってますからね。と原田がまだと下がりましたね。はい、下がりましたですね。チャンピオン原田選手の方がリングの中央に呼んでおります。さあ左のジャブ、原田もジャブを使いますね、はい、あの中間距離が一番怖いんですよね。なるほどね。私も3回に食いましてね、うんうんうん、ライトストレート食いまして6回終わるまでちょっと分からなかったです、ね、なるほどね。おっと右でボディを狙いました。原田でやります。さあ原田ラッシュ、原田ラッシュ、ボディのラッシュでやります。どうですか、しかしブロックしてますか。さあ原田ラッシュしております。第2ラウンドでやります。ちょっと場内騒然しております。さあボディのラッシュ、しかしカウンターが怖い。アクリンチでやります。どうですか今のラッシュは。石川さん、まあいいですけどね、まあ、効果的でありますよね。そうですか、第2ラウンドすごい声援でございます。原田選手がちょっとラッシュを見せました。八尾田さん、はい、
今あのチャンピオンの原田がちょっと後半ラッシュいたしましたけども、はい、あれはどうなんですか。ボデー牽制して顎へ、ライトレフトフックいきます、ね、なるほど。やはりライトのフックはよく当たってるんじゃないですか。なるほどね。さあ第3ラウンドでやります。原田はまず左からいきます。メルデブも相変わらず鋭い左、今度は左のアッパーでやります。顔面を捉えました。この距離はどうですか石川さん。まあこのくらい離れたらいいですね。そうですか、ええ、中間がやっぱり危ないですね。なるほどね、ええ、原田選手も飛び込みませんね、石川さん。まあやはり前半はこういう作戦でもいいかもしれませんね。木を見て飛び込んでいく原田選手でやります。左でボディアッパーでやります。顔面を捉えました。チャンピオンファイティング原田選手、またロープを背に沿います。右でボディ原田、そしてクリンチでやります。レフリーは加藤さん。八尾田さんね、こういう形になったら原田としてはどういったらいいんですか。やはり腹を打って牽制するように打って、はい、顎へ行くより他ないんじゃないですか、ね、なるほどね。まあ、しかし原田選手としても石川さん飛び込みづらい感じですね、やってましたね。どこ打ったら当たるのかと思いますよね。あーはーはーはー。まあ、石川さん、もし原田選手がですね、はい、その38年の9月のことをふと頭に描いたら、これは大きいですね。まあ、それがね、はい、いろんな恐怖心が広がっていく。しかしね、はい、この様子ではですね、そう、そういう懸念ありませんね。なるほどね、はい、私はそう見ましたね。今朝10時に行われました計量では両選手とも1回でパスしております。原田選手は117パウンド4分の3 53.41キロ、そしてジョー・メデル選手の方は117パウンド4分の1 53.18キロでやります。睨み合いから右から飛び込んでいきました。チャンピオンの原田でやります。さあおっとサイドオフサイドステップを踏んで、さあ原田の変化のある攻撃ラッシュでやります。当然ラッシュニュートラルコーナー詰まった。ジョーメデルがちょっと詰まっていますが、ちょっとうずくまってる感じであります。これは完全に誘い込むというよりは押し込んだ感じ。原田選手、相当横腹当たってます、ね、そうですね、さあボディのラッシュでやります。ニュートラルコーナー放送席のすぐ前、そして下がります、そして下がります。リングの中央です。八尾田さん、今の攻撃は良かったですね。そうですね、上体揺すってうまく、まあ、弦枠させてから、そうですね、はい、5-4ですね。さあこのラウンドは石川さんの採点差が出ました。5-4原田です。第4ラウンドを迎えております。石川さんの採点では第3ラウンド差が出ました。5-4原田でございます。迎えます第4ラウンド。石川さん、原田の方のですね、ウェイトコントロールの話ですけども、はい、この動きは非常にまずウェイトコントロールの方はうまくいったと言ってもいいですね。うまくいってるということですね、はい、これだけよく動きますしね。そうですね、第4ラウンドでやります。八尾田さんね、はい、公開練習、はい、それから最後の方の練習でですね、はい、非常にそのメデル選手が疲れた表情を示してたんですけども、はい、どうですか、ジョー・メデル選手の方は。やはりなんか焦ってるような感じは見受けるんじゃないですか。あ、そうですか。左が当たらなくなりましたね。ですね、練習の時もそうでしたけど、はい、やはり目測がすごく下手っていうより感が悪かったですね。はーはーはー。まあ、結局まあ、メデル選手の場合にはスピードとタイミングで勝負する人ですからね。さあまたニュートラルコーナーです。うまいですね、この辺りの原田選手の飛び込み方。あれでいきなり攻撃しますとね、ライトのショートフックみたいなのを食うわけですよね。なるほど、なかなか横へ動いてますよね。そうですね、ちょっとスピードについていけない感じですね、メデル選手が。こうやって頭足を下げちゃうでしょ。下げといて、はい、レフトの棒で行く。なるほど。ですからメデルの左が行かないわけですね。あ、なかなかいいですね。あ、今の左いいですね。おかぼを奪った感じでやります。さあ左で顔面でやります、原田選手。まあ、第1ラウンド第2ラウンドあたりにですね、メデルの右がですね、はい、ヒットするかと、はあはあ、でグラッとするかと思ったんですが、それがないもんですから、
原田もですね、そう怖くないと。なるほど。余裕が出てきてますよね。まず原田ペースですね。まだ分かりませんけどね。なるほど。まあしかしあの38年の時にもね、あのメデル選手に対して原田選手はあの4回までリードしてましたからね。まあしかしあの時のラッシュと比べると非常にうまいですよ、成長の後というんでしょうかね。あのメデルの一番怖いはそのレフトのアッパーですよね、これが非常に当たらないので、また当たらないように攻撃をしているから、まあ原田君は成功した攻撃の仕方をしてるんじゃないですか。なるほどね。左のアッパー見せましたね、今メデルが。今見せたですね。おっと、左のちょっとショートストレートでやります。原田の顔面を捉えましたが、原田クリンチ。石川さん、あのメデルの右ですけどもね、あんまりその見せないようですけども、やっぱり原田の左が飛んできますからね、ほとんどブロックに使ってるんですね。ブロックに使ってますね。今左のアッパーでやります。これはあの八百田さん最初見た時ね、左のアッパー、これはすごいなと思ったんですけどもね、原田もブロックしてますよ、右で、ね。あ、そうですか。まあ、これはおっと、ちょっとスリップしましたね。左が入りました。あっと、右の、いや、左の目尻ですか、切りましたね。そうですね。原田選手、左の目尻切りました。ちょっとバランスを崩しましたところで、左が当たっておりますが、まず大したダメージはなさそうでやります。青コーナー、誘っております。メデルですが、クリンチで第4ラウンド終了いたしました。このラウンド石川さんの採点5対5でございます。石川さんね、メデル選手なんですけども、まあ、ウェイトはあまりこの人心配がなかったんですけども、20日頃にですね、すでに118のリミットを割ったんですけれども、このウェイトのジョー・メデル選手のウェイトの問題どうご覧になりますか。まあね、今朝も予備計量で117だったって言うんですがね、その中華パン食べたって言うんですけどね、まあジョフレの場合と同じようにね、下がってるんですね。そうですね。まあ、最初ジョフレ選手が来た時には非常にそのウェイトに苦しんだと、2回目に来た時には116ポンドでね、リミット割ってきましたですからね、まあ、老化現象だなんて言われましたけれども、まあ、そこまでは言えないですけどね。あ、そうですか。早くも全身汗びっしょりでやりますメデル選手です。八百田さんね、このメデルの汗をかく度合いっていうのは非常に早いですね。そうですね、練習やっててもすぐ汗をかきましたからね、さあ左の鋭いジャブを出しております。第5ラウンド、右のストレート、あら、おっと右のボディ、今度は左のボディ、やっぱり怖いですね。右の目尻ですが、石川さんどうですか、この出血は。原田選手左ですね。あ、左ですね。まあ眼球にね、今のところは差し替えないです、なるほど。このラウンドはしかし八百田さん、メデルよく左出してますね。そうですね、右に落ちましたね、アッパーでもよく決めてるんじゃないですか。はは、なるほどね。あ、だいぶ激しく出血してますね、ちょっと心配でやります。チャンピオンの原田、このロープでもって誘うような格好するわけですよね、誘い込まれませんね、原田は。はは、目狙ってますね、目狙いますね、左で目を狙っております。おっと、左のボディ飛び込んでいきました、ロープ際です。ちょっと心配になってまいりました、左の目出血しております。チャンピオンの原田、危ない、カウンターがあります、右のカウンターがあります、メデルもカウンターを狙ってます。さあ場内騒然、完全に右が当たりまして左膝ガクンときましたが、さあ原田ラッシュ、原田ラッシュでやります。ロープを完全に背にいたしました。どうですか石川さん、聞いてますか。聞いてます、ね、さあ原田ラッシュしております。おっと、左のアッパー、メデルでやります。怖いですこのカウンター。八百田さん、メデルの反撃はどうですか。あまり今のところ効果ないですね。そうですか。原田の右のフック強烈に当たりました。危うく膝を突っかけましたメデルでやりますが、ロープには動きません。
誘っているというよりは押し込まれている感じであります。左でボディ、これが原田のいいところですね。そうですね、第5ラウンド終了いたしました。ものすごい声援です。前半5ラウンド終了いたしました。これから第6ラウンドを迎えようとしております。石川さん、原田の右入りましたですね。綺麗に、綺麗に入りましたね、あれが原田があれがありますからね、はい、あれがなかったらね、このラウンド取られてたんですね。なるほど、前半はいい左出してましたからね、メデルが打たれましたしね、さあ第6ラウンドに入りました。まあ割と八百板さん、メデルというのは神経質な人だけにね、はい、ですからやはり誘いながら やることが一番いいんじゃないかな。なるほどね、うん、積極的に左から打っ てました。左は金振りであります。2発目の左は金振り、原田の左の方が当たりました。おっと、左のから見てもで、うまい攻撃です。うまいですね、この辺りちょっと右へ動いてですね、はい、それから左行って、そして打つと。そうですね、横への動きね、はい、体うまくなりましたね。なかなか多彩で、おっと、右のストレート当たりました。パシーンと原田のパンチがメデルの顔面を捉えますと汗が飛び散ります。愛知県体育館、試合は第6ラウンドを迎えております。第5ラウンド、鮮やかな右フック、メデルの顔面を捉えました。チャンピオンのファイティング原田選手、またロープニアでやります。さあボディを狙っております。八百一さん、はい、メデルのガードはその後どうですか。変わらないですね。ああそうですか。さあ顔面、ボディから顔面でやります。ガードを下げて、ガードが下に行ったところを顔面、あーダメ、危ない、原田危ない。どうですか今の右は。当たりましたね、はい、さあまた激しく出血いたしました。左の目、誠にスリリングな試合が続いております。ちょっと原田どうですか、石川さん、ね、はい、しかしすぐクリンチでうまく逃れました、思い起こします。38年9月26日6ラウンド2分28秒 TKO で敗れております。やはりこの辺りですね、山場。さあ原田も慎重でやります。さあ飛び込んでクリンチでやります。八百一さん、はい、この辺りは打ってすぐクリンチ戦法出てもらいたいですね。そうですね、クリンチでやります。石川さん、その原田のダメージの度合いはどうですか。原田回復は早いですからね。そうですね、それは非常に強みですね、はい、しかしやはり恐るべし挑戦者ジョー・メデル、左のアッパーボディーブローピシリと入っております。八百一さん、原田考えてますね。そうですね、ちょっと攻めあぐんでんじゃないですかね。そうですね、原田選手のコーナーでやります。左の目の上の出血心配ですね、これがね、かなり不利ですけどね、はい、さあ7、8回そうですね、メデルどう出ますか。メデル選手はノックアウト勝ちが41回ありますが、そのうち7ラウンドが一番多く7回を数えております。従いましてやはり山場6、7、8この辺りでございましょうか。まあしかし石川さん、原田選手というのは本当に回復力の速い選手ですからね、もうラウンドもね、休みの1分間にすっかり回復しちゃいますね、はい、まあ、大阪でヘルラルにね、ダウンされた後もそうですし、はい、まあ、ジョフレとやってですね、そうですね、5ラウンドですか、はい、ラウンドね、取った時の5ラウンド、それから防衛の時もですね、1、2ラウンド随分グロッキーになりましたね。左のボディです。ここだ、危ないですね、よく見てますね、はい、メデルも本当によく見て、ロープのショートライトが置かないんですよね。なるほど、ガツには飛び込みません。さあロープに誘っ
っています。原田飛び込みました。クリンチです。赤コーナー、原田選手のコーナーです。さあまた原田ラッシュしておりますが、おっとミドアッパー突き上げました。おっともう一発アッパー、ああいうアッパー攻撃なんかいいんじゃないですか。いいんですよ、あれも武器ですがね、側面で擦ってますね今メダルね、あれはもうエフェリーが注意しないといけませんね、あの時ですねアッパーをね、みんなアッパーを側面で擦るんです、なるほどね、逆ネジですね、撫で上げしてますね、あれは反則。原田選手の右のフックが当たりました。赤コーナーでやります。原田選手の取ります。ヒットアンダーウェイの先方、押し込んでクリンチ、ラッシュ&クリンチ作戦。まあ、八百板さんね、そのやはりパッと行くのはいいですけども、あんまり大きな右は禁物ですね。そうですね、おっとメドル選手もかけてきましたが、メデル選手の方から出ております。しかしまたロープに誘います。体が下がりますね、はい、おっとミドアッパー、ショートのアッパーです。怖いですねこれも、軽いですね、腰が入ってませんから。あのライトのショートやはり思い切り打ってますね。なるほど、ここですね。第7ラウンド、石川さんの採点は5対5でございます。石川さんの採点表を覗いてみますと、原田選手の取りましたラウンドが第3ラウンド5対4ですね。それから第5ラウンド5対4、それからメデル選手の取りましたラウンドが6ラウンドで5対4、従いまして現在のところ7ラウンド終了いたしまして34対33、原田選手ワンポイントリードというところでございます。迎えました第8ラウンドであります。まあ、八百板さんね、その戦前の予想として、はい、やはりメデル選手としてはこのラウンドぐらいまでではないだろうかと、そうですね、だいぶ原田選手を誘い込んでおりますね、はい。まあ、確かにこういう戦法は石川さん力がいりませんしね。そう、まあ、カウンターに 目がいいからですね、はい、自信があるからできるんですけどね、ああ若さでラッシュ原田、しかしガードは硬いですね。右は左でボディを狙いますが右でブロックしております。右から痛い、原田ラッシュしております。また原田猛然とラッシュ、視線をボディに転じて右で顔面、先ほどに比べますと石川さん、その左の目の出血もだいぶ良くなっているようですね、先ほどに比べますと、いやまた流れ始めましたね、また血が一筋、顔面から白い体へ、あっと右、ちょっとその右ですね、八百板さん、原田の左のアッパーのボディーブローですけどね、はい、ですから、はい、ジョフレがライトを打てないんですよね、はい。さあまた原田選手がラッシュしております。ニュートラルコーナー、試合は第8ラウンド中盤戦でやります。ニュートラルコーナーです。放送席の前、左で牽制しておりますメデル、サミングしてますよ ね、 そ う、 ですね。そういえば、パートナーが言ってましたがね、メドル選手のパートナーが、塚本、松田、山本、こういった選手が、一様にそのメドル選手のサミングをね、警戒せよって言ってましたがね、さあボディを狙った、
常にロープを背にいたします。ジョー・メデル、メデルも切ったですね、左目を。そうですか、なんかそんな感じですね。そうですね、ちょっとうっすらと血が滲んでおりますが、左の目尻、メデル選手の左の目尻からも血が出ております。第8ラウンド終了いたしまして、このラウンドは石川さんの採点、原田のラウンドです。5対4。さあこれで石川さん、一応前半戦8ラウンドまで終了したわけですけどね、前半戦ご覧になっていかがです？私は原田の方がですね、成功してますと思いましたね。私は逆にメデルに前半2点ぐらいリードされるんじゃないかと、それでもですね、後半原田が必ず取り戻すと、なるほど、僅差でも判定勝ちと思っていたんですが、まあ、原田が逆に2点私の採点でリードしてますからね、まあいいんじゃないですか。なるほどね、はい、さあ第9ラウンドでやります。いよいよ後半戦に入りました。また同じように原田が入っていきます。メデルが下がります。鋭い目です、本当に鋭い目です。今度はメデルの方からいきました。左のジャブ、鋭いですね、左側へ。大田さん、そうですね、そうですね、おっとミナーパー、ショートのミナーパーであります。メデル左でボディアッパーです。やはりあの石川さん、後半戦になりますとね、このメデルのスタミナということが十分問題になってくるんじゃないですか。でも、はい、足が取れないですね。そうですか、ですから思い切ったのを必ずいつか出すと思いますね。なるほど、まあ、しかしメデル選手も心の中では実は随分成長したいと思ってるでしょうね。そうですね、原田飛び込みません。ああやってクー打たしますね、はい、ああいうのは原田今までなかったですね。3年前と違います。珍しいですね、あのそういえばあの131ラウンドのスパーリングの中でも4ラウンドぐらいこういうスタイルでやってましたかね、ちょっとこのラウンドは小康状態か、ですけどね、まあまあ原田君のペースでいってるんじゃないですか。なるほど、このラウンドは石川さんがむしろに行きませんね。そうですね、おっとミドル、顔面当たりました、顔面動かしました。さあボディーの足、これクリンチでやります。第9ラウンド終了いたしました。石川さんの採点は5対5でございます。ジョー・メデル選手であります。ジョー・メデル選手もこの前のラウンドを左の目に切りました。こちら側が原田選手のコーナーです。第10ラウンドであります。さあいよいよ第10ラウンドを迎えました。いや大分さんね、はい、さっきも石川さんから話がありましたけども、その割とメデル選手の疲れというのは感じませんね。そうですね、ちょっと場内静かです。レフリーは加藤さんです。はい、原田君のレフトのアッパーをすごく気にしてるわけですよね。1点減点ですから、なんでしょうか、サミングですかね。サミングでしょうね。あの傷口狙ってね。なるほど、
親指をね、加藤レフトカミングを選しました。おっと左だ、ファボディでなってますね。さあロープが体を押し込んだ、フリンチでやります。まあ、こういうフリンチ戦法を取られますと、八百一さん、ちょっとメデルとしても反撃できませんね。おっと左のアッパーです。顔面も捉えました。今度は右、メデルがかけましたか、ちょっとかけてるようですね。猛攻で、あーっと右、左、原田ちょっと棒立ちでやります。原田ちょっと棒立ち、さあメデルかけたか、原田もしかし反撃しております。原田ちょっと下がった、メデル選手としては珍しく攻撃しております。メデル選手の方から積極的に出ていきます。あるいはこのジグラウンドにかけましたか。ちょっと石川さん、今までのメデルにない攻撃方法でしたね。当然ですね。しかしね、原田がクリンチしていく、はい、なるほど、これを振りほどかないっていうのがおかしいです。あっと、身体も揃ってきますね。なるほど、私あれ振りほどくと思うんですがね、足使ってね、原田やっぱりあれ非常にいいね、防御の作戦なんですよ、はいはい、ジョフレイに勝ったのもやっぱりあのね、はい、自分が不利になった時のピンチ。なるほどね、ここですね、さあボディラッシュしておりますが、あんまり下ばかり攻撃しますと上のガードが開きます。原田、さあまた赤コーナーでやります。あっと左右揃ってますね、インサイドからです。そうですね、あ、メテル右目切りましたか。そうですね、右も切りましたですね。振り届きません。レフリーの加藤さんが届きました。あ、切りましたね、右ですね、右も切り、あっとまたメテル選手、怖い、いや本当に怖い。第10ラウンド、このラウンドは石川さんの採点5対4、メデルでございます。メデル選手、サミングで1点減点でございます。満員の愛知県体育館です。さあ、11回目です。石川さん、ちょっと10ラウンド苦戦しましたですね。苦戦しましたね。さあ、11ラウンドでやります。八百一さん、はい、メデルの10ラウンドの攻撃、どうご覧になりました？よかったですね、最後のコーナーの方でもって、ライトのショート、はい、レフトのフックですか、よく決まってましたね。なるほど。左を出し合っております。右の目尻、そして左の目尻も先ほど違われておりました、ジョー・メデル選手でありますが、今は左の方は出血が止まっておりますが、今度は右の方、一筋血が流れております。左のフック飛び込みません。チャンピオン原田、距離を保っております。あ、当たり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 、チャンピオン原田の当たりが当たっております。しかしロープには無理をしません。ぐらつきましたね、はい、メデル、ああ、旗が当たりました。青コーナーであります、メデル選手のコーナー。ルケサンチェスマネージャー下から大声で原田、いや、メデルを応援しておりますが、また原田の右が当たりました。どうですか今のパンチは、いいですね、はい、こういうチャンスの使い方はうまいですね。そうですね、打ってはパッと離れますよね、あっと来るところ、ミナアッパーでありますが、ロープ際にちょっと顔を出してしまいました。ロープの外に顔を出しました原田選手でやります。ちょっとバランスを崩しております。右左とボディを狙いましてクリンチ。八百一さん、危なくなったらクリンチすることですね。そうですね、一番いい戦法なんじゃないですか、はい、またクリンチでやります。
三歳子、この右の服クリーンヒットとなっております。やはり予想されました通り左のガードが甘いせいでしょうか。メデル、右がよく当たりますね。右を受けまして再三再四ダウン寸前の状態まで追い詰められております。メデル選手でやります。しかしメデル選手もここロープ際まで来ますと怖い。さあリングの中央回り込みました。はい、11ラウンド終了いたしました。このラウンドは石川さんの採点は5対4、原田でございます。石川さん、ちょっとその原田選手は苦戦してますよね。そうですね。八百田さん、後半に入りましてからのね、そのメデルのスタミナの衰えというのはどうですか。あまり現れてないんじゃないですか。ははそれとライト、後半になって特にライトの一発を思い切り打ってますね。なるほど。やはりその公開練習とか練習ではあまり出してなかった右だけに強烈ですね、私たちの印象には。必ずね、原田はそのお返しをしますね。打たれたら打ち返すと。なるほど、そこはいいとこですね。さあ、12ラウンドでやります。でね、メデルは左当たっても右はすぐ行かないんですよね。ワッツーとですね、もう間髪入れず右が飛んでくるとね、原田も怖いんですがね。なるほどね。あっ、左の服で取りましたね。ハット汗が飛び散っております。さあ今度は右、また原田ダッシュしております。クリンチ、まあ、八百田さん、このラッシュ&クリンチ、あるいはヒッタンダウェイ、原田選手のその戦法の一つになりましたですね。完全に、ね、これは確かに原田君のペースに舞い込んでおりますね。そうですね、自分のものにしたという感じがいたします。でもね、右が行かないからね。なるほどね、確かにそうですね。そしてまたこうやってロッキーまた右が当たりましたね。原田の右が当たっております。やはりこれは左のガードがちょっと甘いんですか。下がるですね。なるほど、また右からの攻撃でやります。原田、試合は第12ラウンドに入っております。足も石川さん警戒ですよね、なかなか。あーくねー、状態を動かしね、目標を狂わしてますね、原田。本当に攻撃が多彩になりましたですね。横への動きです。この辺りなかなか見事、顔面を突き上げました。相手が原田、チャンピオンです。左のダブルパンチ、ボディから顔面、中央。ああいう左右を振るリングの中央での八百一さん、メデル選手はあんまり良くないですね。そうですね、やはり一番怖いのはロープ際ですね。そういうことでしょうね。左の目尻、右の方はどうでしょうかね。左の目尻からはだいぶ激しい血が流れております。メデル選手です。右の方は止まりました。またロープ際でやります。コーナー、青コーナーです。第12ラウンド終了いたしました。このラウンドは石川さんの採点は5対5、イーブンでございます。挑戦者ジョー・メデル選手、チャンピオンのファイティング原田選手です。石川さんの採点では12ラウンドまで58対56、原田、そしてメデル選手にはサミングの1点減点がございます。第13ラウンドであります。残されました13、14、15、チャンピオン原田いかに戦うか。3回目の防衛を目指しまして着々とポイントを稼いでおります。チャンピオンの原田であります。だいぶ目のあたり腫れぼったくなってまいりました。チャンピオンの原田、目が細くなってまいりました。またいきなり右から行きます。
右から左で顔面あーたーたーワンツーでやります。しかしメデルも怖い、メデルも怖い、メデルも反撃しています。怖いですね、一瞬攻撃した後手を休めた瞬間が怖いですね。そうですね、八尾田さん、原田選手の目がだいぶその腫れぶったくなってきましたですね。そうですね、やはりあの、ジャブを打っておるじゃないですか、はい、そうですね。さあ、マタローブに誘っておりますがリングの中央でやります。メデル選手の方が苛立ちました。今度はロープには、今度はこれは完全に原田選手が押し込んだスタイルです。またちょっとバランスを崩しました。しかし応戦しております。あの左は怖い。さあ原田うまく下がりますね。打っては下がり、打っては下がり、なかなか変化のある攻撃でやります。上体を常に動かし、なかなかうまい、そして素晴らしい攻撃を見せておりますチャンピオンの原田。リンチでやります。第13ラウンド2分を過ぎております。石川さんね、このメデル選手の表情ですけども、これは疲れじゃないですか。少し疲れた感じです。そうですね、足がね少し動かなくなりましたね、はいはい。八尾田さん、やはり原田選手がですね、はい、こういう多彩な攻撃を見合った見合った足に当たりました。まあ、こういう多彩な攻撃しますとね、八尾田さん、メデルとはやりづらいですよね、メデル選手としては。さあ時間がなくなってまいりました。第13ラウンドでやります。あ、第13ラウンド終了いたしました。ラウンド石川さんの採点は5対4原田。さすがに新春でございまして、今ちょっとご覧いただきましたように若い和服姿のお嬢さんの姿も見られます。試合はいよいよ終盤戦押し詰まってまいりまして14ラウンドでやります。石川さんね、はい、この常識で考えますとね、このラウンドぐらいまで来ますと、はい、原田の完全なペース、原田全く有利の体勢というスタイルでここまで来るんじゃないかという予想だったわけですけど、メデルも意外にそのよく頑張ってますね。頑張ってますね、足も動いてますしね、目がだいぶ細くなりました。ファイティングの原田選手です。左でいきなりボディを狙いました。リングの中央です。距離を置いています。左から入ります。原田安定攻撃、ちょっと浅い感じです。今度はミドボディストレート、上腕にダサい。八尾さん、はい、メデルどうですか。あまり手数が少なくなったですね。そうですね、はい、14ラウンドに入っております。顔面です。あんまりこのラウンドは石川さん誘いませんね。誘いませんね。中央で打ち合っておりますね。おっと、原田の逆に誘いましたですね、逆の格好になりました。ラッシュしてロープ際まで行きますとクリンチでやります。
これはうまい作戦です。ロープ際のマディッシュ、マディッシュを封じられております。完全にラッシュ&クインチの戦法ですね。そうですね、一番いい戦法じゃないですかね、そのクインチをね、メデルが振りほどけない、あるいはサイドステップしてですね、クリッと向きを変えるということをしない。なるほど。それから左のメデルの武器であるボディブローですね、それが案外に当たってない、だから原田が弱らないと。なるほど、本当に今のところ怖いというのはライトのショートストレートだけですね。フック気味なショートストレートですか。このまっすぐというよりはむしろちょっと、フック気味ですね。第14ラウンド終了いたしました。ひとしきり拍手と声援が高まります。石川さんの採点以上68対65、そしてメデル選手には1.5の減点がございます。どうでしょうかね、メデル側のコーナーとしてはナックアウトがないと私は勝てないと思います、やはり負けてるぞという意識はあるでしょうか。あると思いますが ね、 なるほどね。コーナーに行くときはですね、ジョブレはもう非常に疲れた形ですかね。あ、そうですか。体の方は元気ですね。なるほどね。八尾板さん、最終ラウンドはこうなりますと大事に行きたいですね。そうですね、原田の場合はもう、さあ、すごい声援。第15ラウンド最終ラウンドであります。メデルは左を出します。あまりロープニアに誘いません。第14ラウンドあたりからリングの中央で打ち合っております。マトビミノフク、今度は左、さあ原田押し込んだ、原田ラッシュ、ボディのラッシュ、そしてクリンチ。試合は最終ラウンドであります。原田3度目の防衛なるか、執念の男ジョー・メデル、果たして原田を倒すか。ボディを打ちますとメデルが顔面に返します。メデルのスピードどうですか、衰えありませんか。衰えてます。衰えてますか。今3発当たりましたよ。なるほど、ダメージあんまり与えませんからね。なるほどね。あっと右が飛び込んでいきます。八尾板さんね、この原田は右からいきなり飛び込んでいくケースが多いですね。そうですね、やはりちょっとレフトでフェイント気味なことをやりますね。なるほどね。あれとてもいいんじゃないですかね。さあ、またロープに上がります。おっとメデルも反撃でやります。クリンチしちゃいますね。ちょっとピンチになります。すぐクリンチいたします。左の目、ひどいですね。はい、またしても出血しております。左の目の上、ジョフレンがですね、ロープへ来てライトのストレート打てないというような原田君が攻めていますからね。あっと右が上がりました。カウンター気味でやります。原田リングの中央でやります。カバーが多すぎるんですよね。はい、さあ原田最後のラッシュ、原田最後のラッシュ、原田最後のラッシュだ。しかしメデルも反撃しています。カウンターを振っております。今度はメデルの方から攻勢に出ました。左を出して逃げた。あっと右、メデルの右でやります。誠にスリリングな試合、1ラウンドから最終ラウンドまで続いております。リングの中央、左の目、激しい出血しております。チャンピオン原田、さあ時間がなくなってまいりました。最終ラウンド、原田頑張れ、原田頑張れ、あと40秒でやります。メデルの鋭い反撃に遭います。チャンピオン原田、しかし最後の優を振りました。原田も飛び込んでいきます。ロープには誘っております。最後の誘いか、右、あと左、あと原田ちょっとピンチだ。原田頑張れ、原田頑張れ。最終ラウンド、クリンチで逃げております。レフリーの加藤さんが分けます。左空振り、メデル、さあ時間がない、10秒切りました。最終ラウンドやります。さあ原田頑張れ。本場ですね。よかったですね。試合終了でやります。試合終了、1ラウンドから15ラウンドまで素晴らしい試合を展開いたしました。石川さんの採点表ではどうなりますか。
最終ラウンドが 5-4 でメデルですか。ははー、そうなりますと72対70の1点減点ですね。メデル3点差ですね、はい、3点差、3ポイント差。石川さんの採点表では原田の判定勝ち、3回目の防衛と出ましたが、正式のジャッジペーパーの集計が行われております。レフリーが加藤さん、そしてジャッジが石渡戸さん、柏木さん、3人とも日本の審判でございます。原田3回目の防衛なるか、はたまたジョー・メデル40代目の新しいチャンピオンの王座につくか。期待と不安のうちに間もなく判定が下るところでありますが、八百田さんどうご覧になりました。やはりあの原田の防衛、原田、はい、防衛、はい、放送席は、はい、最終回こらえたですね。こらえましたね。しかし石川さん、メデルも本当に頑張ったですね。素晴らしい投手を見せてくれたですね。74対68、柏木さん73対68、石渡戸さん72対69、それに各自1点減点がございます。10ラウンドサミングで24-0 con 23 knockouts, 5-1 de altura para González. Ciudad cercana a Seúl, se realiza esta nueva defensa de la corona de Humberto González, corona que lograra el 25 de julio de 1989 precisamente allí en Corea del Sur, frente a otro local, John. WBA 벤텀급 타이틀전 챔피언인 문성길 선수와 도전자인 몬세라트 선수의 경기입니다. 문성길 선수의 1차 방어전입니다. 파란 경기복을 입고 있는 선수가 문성길 챔피언, 하얀 경기복의 도전자 몬세라트. 키가 크기 때문에 문성길 선수가 접근하기가 좀 아주 괴롭습니다. 키가 크다는 건 그만큼 리치가 긴다는 얘기가 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 왼손잡이이기 때문에 접근하기가 아주 불편합니다. 자, 접근은 잘했는데 네, 왼손잡이이기 때문에 잘 받아치는군요. 문제라. 네, 그렇게 들어갈 때 아주 조심을 해야 됩니다. 그렇게 이제 과감하게 밀어붙이는 자세를 보일 필요는 네. 있죠. 왼손. 조금 문성길 선수가 굳어 있는데요. 네, 어깨 힘이 많이 들어갔습니다. 예, 아까 김동명 씨도 지적했듯이 1차 방어전이라는 그 부담 또 하나 걸렸어요. 네, 걸렸습니다. 아, 여기서 크린치를 적극적으로 네. 하는군요. 이때 조심해야 됩니다. 아. 큰 걸 노리면 안 돼요. 맞추는 중심으로 해야 돼요. 맞춰야죠. 지금 충격은 받았습니다. 네. 이렇게 이제 문성길 선수의 네. 주먹은 토한다는 거죠. 네. 아, 조심해요. 네, 욕심을 넣어버리는군요. 네. 그렇죠. 이럴 때 조심해야 됩니다. 네. 지금 교구에 막 아, 이런 거는 조심해야죠. 네. 너무 커요. 네. 미끄러졌습니다. 자, 문성길 선수가 정리, 자기 정리를 해야 돼요. 네, 이게 너무 서두르는군요. 맞추는 네, 중심을 해야 돼요. 좋습니다. 네, 좋아요. 좋습니다. 네, 이거 다운이에요. 네, 다운이죠. 네. 다운. 이게 좀, 역시 그 주먹의 강도는 대단합니다. 네. 충격을 좀 받았을 것 같습니다. 여기서 마무리 잘해야 됩니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 맞춰야 돼요. 네. 큰 거는 필요 없습니다. 그렇습니다. 아주 허리가 유연한 몬세라트입니다. 좋아요. 이렇게 침착하게 공격을 해야 돼요. 그렇죠. 시간이 10여 초.
쳐들어옵니다. 너무 커요. 네. 네, 1회전은 1회전 끝났습니다. 자, 2회전에서 맞습니다. 조금 더 정리를 했었으면 네. 아쉬움을 남겼습니다. 맞춰야 됩니다. 네. 지금 그 회복이 많이 됐네요. 몬세라트 선수가 이럴 때 조심해야 됩니다. 문성기 선수도. 그리고 틀림없이 이 상대는요. 네. 큰 주먹으로 다 모험을 걸 가능성도 있어요. 네. 그렇기 때문에 그것을 이제 잘 피해야죠. 네, 좋습니다. 문성길 선수가 1회에는 결정적인 그 기회를 만들어 놓고 마무리를 못 줬습니다. 너무 서둘렀어요. 네, 이럴 때 잘못하면 실수하는 경우가 생깁니다. 네, 그런데 그 몬세라트가 문성길 선수의 주먹에는 많은 그 공포를 가지고 있군요. 역시 그만큼 위력은 있지만요. 네, 네 그럴수록 아, 네. 조심을 해야 돼요.